こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さん、なんとなんとですね、私、はじめしゃちょー、モンストのキャラになっちゃいました。よっ、めでたい。おはようございます。今日もよろしくお願いします。うん、はい、行きましょう。よいしょ、どうぞ。面接みたいですね。日に焼けました。多分日に焼けましたね。動画で見てめちゃくちゃ色白じゃないですか。いや、なんか何なんでしょう、日焼けしやすいのかもしれないです。多分自粛中は家にいたんですけど、なんか外の撮影が増えたりすると一瞬でパッと焼けます。ちょっと暑すぎて昨日は昨日はタンクトップ始めですね。クエストの話しますか。はい、はい、まあ、今回そのモンストのクエストを一緒に作ってほしいんですっていう風に最初にお話聞いた時、なんかどういう気持ちでした。いや、もうめっちゃ嬉しかったです、本当に。マジですか。はい、ヒカキンさんとマックス村井さんがやられてて、正直モンストハマったら結構ここ 1,2 年ぐらいでガーッとやり始めたんですけど、やっやってるとすっごいなんか羨ましいと言いますか、すごいことだなと思って、こういう話を今回いただけて本当に嬉しかったです。難しかったですね、うん、楽しんでる側なんで、与えられたクエストをどう攻略しようとかやってるんですけど、自分でどういうクエストがいいですかって来た時に頭真っ白になったと言いますか。難しすぎてもやっぱりライトユーザーの方からするとやんないかもしれないし、簡単すぎると上手い方からすると物足りない、開発されてる方の大変さっていうのが一瞬で分かりました。コンセプトは、はじめしゃちょーっぽさを残しつつ、ヤマトタケル感を出すという、ちょっとよくわかんないんですけど、はじめしゃちょーを知らない人からすると、とっつきにくいクエストなのかなって思われてしまうんで、僕の好きなヤマトタケルというキャラクターに憧れてる人っていうのも付け足すことによって、マタケを知ってる人も、はじめしゃちょーを知ってる人も楽しめるようなクエストになればいいなと思いました。うん、イザナミとかの和の音楽っていうか戦闘とかがめっちゃ好きで、あの演出とかが、でその中でも特にヤマタケがめっちゃ好きだなっていうところで選ばせていただきました。ザ・イケメン、イケメン、はい、元祖イケメン、元祖イケメンです。憧れました。いや、もう音楽がかっこよすぎて震えたす、本当に。いや、もう音楽できましたって送っていただいたの聞いて、本当鳥肌立っちゃって、めっちゃかっこよくないですか。いや、かっこいいですよね。めっちゃボス戦もかっこいいんですけど、道中も なんでしょう、結構モンスト音楽ありきでやってる人間なんで、豪絶とかイシスの音楽めちゃくちゃかっこよかったですね。超ですね。脱線しました。いやいや、大丈夫大丈夫です。負けないかっこよさじゃないですか。いや、かっこよかったです、本当に。しかも多分聞いてもらったやつからさらに多分あの楽器演奏の楽器入ると思います。これは熱いですね。いや、めっちゃ音楽も素敵です、本当に。そうだね、意外とステージだと、あの雑魚的めちゃくちゃ配置されてるじゃないですか。はい、あのなんかちょっと補足と言ったら悪いですけど、まあ、たくさん従えてる感じもまたかっこいいなというか、かっこいいかわかんないですけど、なんかちょっと僕らしさというか、連れてってやってるんで。ちょっと山竹と親近感が、山竹のメンバー、あ、そうですね、イメージするみたいな、はい、そんなイメージです。そこキャラももうデザインしていただいて、はい、なんかその実験動画でスライム作ってるイメージが強いんで、そこキャラにもスライムついてるっていう。あ、これですね、ドロッとします。ドロッと、これ一部なんですけど、他にも何体かいたんですけど、くっついてますね。結構実験で失敗した感じが出ております。いや、これ結構会議しましたよね。相当お話しし合ってたどり着いたと思うんですけど、うん、山竹までたどり着くのにまず大変でした、ね、女性キャラとイチャイチャしてるキャラ案とかもあったんですけど、マッチョキャラっていう描写もありましたもんね。はい、いろいろ右往左往してたどり着きましたね。といろんなキャラ案何体かいたんですけど、山竹なんか持ってるじゃないですか、持ってる剣をじっと見てたら自撮り棒に見えてきまして。なるほど。で、一応その動画クリエイターっていう職業から自撮り棒でスマホで撮ってるのに合うんじゃないかっていうところでピシッとハマったような気がします。最初にイラストができた時、あの左手の方は何もなかったと思うんです。これなかったんですね。はい、パソコン追加したいっていう話があったと思うんですけど、その背景とか糸みたいなとこあります。
その動画クリエイター感出したくて、左手寂しいですね、パソコンかビデオカメラも持たせようかなと。でもパソコンの方がなんかぽいよねっていうことで持たせたら結構ぽくなりました。デザイナーの計らいでオラのステッカーだったんです。そうなんですよ、これかわいい、なんかマガタマみたいなやつ飛んでるじゃないですか、はい、めっちゃスライムっぽかったんで、うん、全部スライムにしていただいて。そうですね、左下のこのスマホから。あ、そうです、そうです、丸緑ですね。はい、原型結構ありません、うんうん、あります、あります。山竹って言われると山竹ではない。そして後ろが竜ではなく熊になっているということで、これはもしかして僕が買ったでっかいぬいぐるみの熊の所沢をイメージしてます。やっぱモンスターということなので凶暴めな感じを。いや本当に素敵なデザインと。なんで冗談なの。おー、弱点ってことは、感性の方が良さそうだね。このキャラ使いたいから、ね、検索してくださいとかね、おっしゃっていただければ。はい、こちらの方で紹介できますので、しっかりゲージ外しました。確かに、できればいろんな人に手に入れて運極にしてもらいたいという、もう多分、いろんな人に遊んでもらえそうな。うん、それちょっと言葉を失いました。なんか弱点出現されて殴ってくるといいですね。そうですね。いや、いい感じじゃないですかね、なんか。さっき触ったのは、はい、あの絵が入ってなかったんですけど。そうですね、山竹のステージは残してあるんですけども、このスライムが溢れてると言いますか、ね、ちょっと実験に失敗しちゃって、あたりがちょっと散らばってるステージになってます。それプレイしてみてどうでした？なんか、いい感じでしたね。その、わかんないです、これを機に初めてモンストを触る方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ頑張ればクリアできると思うようなレベルですし、あの道中に、まあ、とある仕掛けがあったりもするんで、ぜひそちらもお楽しみに。すごい、でも誰でも楽しめるステージだと思います。はい、さっきちょうどね、ボイス取ったと思うんですけど、はい、上手だったんですけど、練習してきたんですか？いや、練習したかったんですけど、うん、ちょっと恥ずかしくて、うちにいても後輩とかいるんですけど、はいはい、ちょっと練習はできなかったですね。あ、本当ですか。ただ心の中ですごいイメトレはしました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。しゃー、モンストのキャラはテンション高いイメージがあるんで、そこをちょっと探りながらいいセンスボイスが出せればいいなと思います。頑張ります。あ、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 なんかアニメの声とかたまにやったことあって、何回かあるんですけど緊張しますね。これが実験の成果だ。新スライム剣、うわぁ。え、どうしよう。なんでしょう、モンストの数あるキャラの逃げ方とかやられた時の声とか聞いて、あ、こういう感じなんだっていう、ちょっと感情に身を任せて熱く言うようにトレーニングしました。イメージの中、脳内でも、これが実験の成果だ。新スライム剣、ウォリアー。これが実験の成果だ。いったー。激ハボイスいきます。俺は どうでした？いや、めっちゃ良かった。本当ですか？声張るの好きなんですけど、一回声張ると喉枯れちゃうタイプなんで、うん、まだ出し切ってないです。こっからです。聞いてたんですけど、めちゃくちゃそれらしいというか、モンストの撃破、その負けた時の声だと思いましたね。なんかだんだん沈んでいくんですよね、モンストのキャラたちは。はい、立たれる感じというか、ちょっとずつ絶命していく感じが、ちょっと倒れていく感じなのかなと思います。ちょっとコンパクトめに、だがまだだ。はい、わかりました、言い切ります。これが実験の成果だ。天下無双のスライム剣、ウォリアー。自分的にはいい感じだったと思います。出し切りますか？出し、まだです。ここからです。はい、ちょっと早口だった気がするな。ちょっとゆっくりめで言いたいな。はい、すみません、4番ももう一回撮ってもいいですか？ちょっと、なんか
なんか、いったー撃退ボイスやばくないですか。いや、いってよかったっすよ、めっちゃ。なんか正直恥ずかしかったっすね。あの場に立って収録するってなるとすごいやる気いっぱいで楽しかったんですけど、そのセリフを自分で考えてる自分がちょっと恥ずかしいと言いますか。あ、自分のセリフ、なんか変な羞恥心に襲われて、自分で SS ボイス考えてくださいって言われたらどうします。でも確かに、しかも特にかっこいいキャラクターだから、ポエマーみたいな気分でした。ちょっといろんなやっぱりキャラクターのボイスの先輩がいるわけですから、はいはいはい、それを参考にさせていただいて撮れたんですけど、まあ、自分で考えるの恥ずかしかったですね。撤退ボイスとかなかなか、どうやって撤退されますか。もうダメだ、シーズン死んでますね。なんか4番だけもうちょっとゆっくりめで言ってみてもいいですか。なんか死にかけの感じが出せたらなと。俺はヤマトタケル様にはなれないのか。俺はヤマトタケル、ヤマトタケル、ヤマトタケルって難しいですよね。難しいですね。ヤマトタケル、はいはい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました。よし、無事終わりました。変なところでこだわってしまいました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、いつも楽しませていただいているモンストのキャラクターに初見社長を実装されることになりました。クエスト自体は、まあ難しくはないんですけど、簡単でもないんですけど、誰でもきっとクリアできると思うので、ぜひ挑戦してみてください。そして、初見社長をゲットして、できれば運極にしてみてください。